アーセナルじゃないんでね。これを見てね、レジェンドコズなんてことはね、言わないの。今回マグが目指していたのはこちらなんですね。別にシティのレジェンドになんかこれっぽっちも興味はないんですね。コンパニーとか言ってたぐらいだもんね。なのでマグが狙っていたのはこちら、ポゼッションのゴールキーパーが欲しかったんですね。前回アーセナルのガチャを引きに引きまくったんですが、足りてないのはゴールキーパーだったんですね。なのでゴールキーパーをどうしても欲しい。そして S3つ、これはマグのチームはどんどん強くなるんじゃないかな。はい、というわけで日本女子パリオリンピックおめでとうっていうのをついさっきまで見てた。というわけで今回はサカツクでございますね。これ日本代表にすればよかったかもしれないね。ちょっとね、ギリギリまで見てました。はい、というわけで、今回のサカツクのお知らせいきたいと思います。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、というわけでね、ちょっととボール適当に蹴りすぎじゃないかってちょっと思っちゃった日本代表でしたね。結構フリーの選手多いのに目の前のボールボンボン蹴っちゃうんだよね。何かちょっと池田監督に苦言を呈すとするならば、もうちょっと約束ごとしっかり決めた方がいいんじゃないかなって思うんだよね。ボンボン蹴っちゃうのは別に構わないんだけど、蹴る場所をちゃんと決めといてね、前線の選手には蹴ったと同時にそこに走るようにぐらいのさ、約束ごとあっていいんじゃないかなと思うんだけど、みんながみんな適当に蹴ってるようにしか見えないんだよね。例えば左サイドが好きならね、左サイドに必ず走るからそっちに蹴ってくださいっていうね、クリアは全部左サイドとか、クリアは全部右サイドとかね、例えば相手のフォーメーションの中で背のちっちゃい子がいるとかさ、そういう時にはそっちに蹴るとかね、みんなで意思統一して蹴る場所決めとけばさ、あんな誰もいないところにボンボン蹴るなんてことはなかったんじゃないかなってちょっと思っちゃいました。はい、というわけで北朝鮮戦の感想は以上。はい、じゃあ行きたいと思います。はい、というわけで、2月28日付サカツクお知らせ読んでいきたいと思いますね。ちょっと気になっちゃったの。はい、というわけで、今回来ております。まずは一番最初はリミテッドが来ております。はい、というわけで、今回のリミテッドのスポンサーが判明しました。ちょっとややこしいです。リミテッドマッチスーパーカップ、スーパーカリミテッドマッチスーパーカップカップでございます。スーパーカップカップですね。ちょっとねややこしいですけれども、しょうがないですよね。1.5 倍は入れなかったんだね。はい、というわけで、今回のスポンサーが決まりました。というわけでね、必ずスーパーカップを買っておきたいと思いますね。次回はちょっとここら辺のジェズスが見えるあたりのところに置いておきたいと思います。お楽しみに。つって忘れんだよな、いつもな。忘れないで買っとかないとね。あとね、前にもね、ピザを食べながらやったりとかしたんでね、食べ物系は助かる。ね、本当に。置いときますんで。今度は絶対置いときますんで。というわけで、今回の、報酬内容については、まあ別に、大した報酬はないよね。なんつったりして。ね、リミテッドマッチは確かそんなにすごいのが来るって感じはなかったと思うんで、うん、そうですね。はい、というわけで、エデルソンはかけらからも引くことができるようです。こちらも見ていきましょう。スーパースターフェスチケットスカウトが来ております。かけらもあります。かけらは試合で得点するみたいですね。さらに1日1回、ワールドツアーを10試合行う。そして、3月7日からは
レジェンドマッチが来るってことももうこれで分かりましたね。はい、というわけでそんな感じです。はい、というわけでじゃあこちらも見ていきましょう。スーパーカップコラボキャンペーンということで、こちらが来ております。スポンサーにスーパーカップが登場。こんな感じですね。あとは何かな、リミテッドディビジョンはスタメンとベンチの星5選手合計8人ということになっております。これは前回と変わりません。その他、記念のエンブレム、各種金アクセサリーが獲得できます。スーパーカップエンブレムが10試合、スーパーカップのインナーシャツ、レガース、スポーツバッグなどが手に入ります。着用条件はなし。スーパースターはまあ別にスキル的にはまあ正直別にいいんですけども。さらにログボも来ています。スーパーカップ 1.5 倍が10個もらえるそうです。これはポカリと同じかな？はい、というわけで以上やっていきたいと思います。さらに、GB 増用キャンペーン第2弾。いつもはマグはここの手の話はスルーすることが多いんですけれども、確かエデルソンのガチャって100連やったら好きな選手が引けるタイプのものじゃないので、アーセナルの時で結構懲りてますよね。サカのための100連やって出なかったでしょ？ジェズスのための100連やって出なかったでしょ？危ない。というわけで、これはちょっと見ていきましょう。GB 増量キャンペーン。だから今回は、もうこの段階でもう、ちょっとね、花粉症で目が痒い。この段階でもうお分かりだとは思うんですが、本来ならね、無課金を引く時ぞでやったハーランド、あちらのガチャが間違いなくいいです。そっちを皆さん全力で回してください。ただ、マグはアーセナルのガチャを引いてしまったので、そこら辺の選手たちはもう いらないんだ。っていうか、アーセナルの選手を使いたいんだ。ね。なので、マグはちょっと今回はハーランドの方のガチャは引かずに、こちらのエデルソンのガチャを引いて、エデルソンをゲットしたいと思っております。ね。なのでね、無課金を引くときぞはあっちなのでね、ぜひそちらを引いてください。マグの真似をしてエデルソンのガチャを引いてしまうと、後悔することになりかねないですよ。1万円でどういう感じだい？ GB は1万5000個みたいですね。なるほどね。ジェズスだったかな？坂だったかな？ 170 ぐらいいったような気がするな。気をつけよう。気をつけてもしょうがない。しょうがないね。こればっかりは運ですからね。エデルソンはね、もう、それとにかく母体確保で結構ですのでね、他の選手も強い選手は入ってるんですけど、まあ、他の選手はまあぶっちゃけ引かなかったら引かなかったでいいかなっていうふうに思ってるので、エデルソンだけが本命です。そしてもう一つ、サカツクアニバーサリーログボが来ております。今回のログボに関しては、皆さんちゃんとね、毎日サカツクを遊びましょう。なぜかというと、限界突破2段階目、これは美味しいね。なのでね、これをぜひゲットしたいと思うので、皆さんもねぜひやりましょう。そしてもう一つ、今週のやること。ででん。ワールドツアーやりましょう。はい、というわけで今回はワールドツアーが来ています。今回のワールドツアーは、上昇の虹アクセサリーが登場ということになっております。さらに今回は、ケージュ、銀河の虹アクセサリーが再登場ということになってます。前回からかな？あった虹アクセサリー再登場のパターンが今来てるんですけれども、結構ね、これも美味しいので、全部回していっぱい。まあ、せめて1セット、5突1セット欲しいですよね。基本的にはね、上昇の方を狙っていくんですが、前回、まあ、マグはね、サカツクをプレイするのが、基本的には通勤時間なので、朝、お昼休みの昼、帰りの帰宅時間の夕方、そして寝る前ということで、4回サカツクを遊んでいるんですけど、この4回ともにポカリ飲んでましたね。それでやって、メインの虹アクセサリーが3セット。あ、無理だった。2セット。確かね、3セット目がね、5突5突3突とかでね、ちょっとね、中途半端になったね。なので、まあ2セット。そして、ケージュ。前回もケージュだった気するな。
で、もう一つ、あ、なんだっけ、百花聖砲だったっけ、無敵艦隊だったっけかな、何か忘れちゃったな。そちらの方は、1セット作ることができました。で、前回揃えてたやつがね、足りてなかったんで、結果2セットになったりはしてるんですけれども、結構これ美味しいので、うん。ここはちょっとね、もしポカリを余らせて困っているっていう人がいるんでしたら、ポカリガブ飲みしてもいいんじゃないかなと思います。まあ、マグは結局1日4回しか飲んでいないので、まあ、30個ぐらいポカリがあるだけでもそれぐらい揃うのでね、ぜひ、今回のね、ワールドツアーも、いっぱいプレイしてみてはいかがでしょうか。土日も結局同じ回数ぐらいしかやってないかな。ガンガン回しはしてないかと思われます。はい、というわけで以上、今回はワールドツアー頑張りましょう。あ、ちょっと待って。ワールド、刑事じゃねえや、上昇ってのはどこポジション？センターバックですね。今回センターバックの選手は結構良さげなのが、追撃ガチャで来ていますので、多分それに装備してねっていうことかもしれないですね。マグはエデルソン目当てなんですけど、ちょっとね、正面に立ってるのがエデルソンじゃないってことはね、運営ちゃんは今回、一押しなのはエデルソンではないということなのでね、センターバックになってます。ただ、先ほど言ったケージはゴールキーパーなので、まあ、エデルソン用に1セットは欲しいですね。さらに、銀河っていうのはセンターフォワード。なので、もしね、ハーランドの方を引いた方はね、そっちを行ってもいいかもしれないですね、銀河。銀河集めもいいんじゃないかなと思います。はい、さらに、最後。シティのガチャなんですが、ここで一旦カットしたいと思いますね。皆さんももうご存知かとは思うんですけれどもね。ですね、マグは、今回 SWCC の、順位がですね、100何位だったかな、になってたので、プレイオフに参加することができました。なので、ここからはちょっと、マグの SWCC プレイオフの模様をお送りしたいと思います。さあ、果たしてマグは何位だったのでしょうか。それでは、SWCC のプレイオフへ、どうぞ。はい、というわけで、プレイオフトーナメント、行きたいと思います。まずは1回戦、山猫リンクスさんでございます。よろしくお願いします。マグはポゼッションにしなかったんですね。サイドアタックになってますね。いやいやいや、これはちょっと、各トーナメントのデッキを作るってところをね、サボったんでしょうね、マグはね。余計なことしましたね。あ、いきなり光プレイからスタート。ロナウジーニオ。これはスタートからいいのが出ましたね。いやいやいや、こういうのが出てくれると助かる。そしてすぐ相手の攻撃。あ、三笘がいらっしゃいますね。さあ、このコーナーキックはなしなし、おいなし。まあ、もう結果は知ってるんですけれどもね。結果は知った上で、後からこれを見ているということなんですけれども。お、チェン持ち。そう、またしてもロナウジーニョ。前回のプレイオフの時には PK 負けだったんだったっけかな。だから、ちょっとね、やっぱり勝ちたいですよね。はい、まずは前半終了、後半。あ、今度相手の光プレイ。カール・ハインツ・ルンメニゲ。まあ、ルンメニゲの光プレイが見れたってことで、まあ、よかったと。そんな感じでしたね。はい、というわけで、まずは初戦を突破したようですね、マグは。
そして、じゃあ次の試合いきます。はい、次はこちらでございます。キア・プスーレさんということですね。過去にベスト16にまで行ってますね。これはちょっと強そう。このくしゃみをカットしているかしていないかわかりませんけれども、ただいま絶賛花粉症ということで、しっかりとしっかりとくしゃみが止まりませんよ。ソクラテス、さあマグの攻撃、あでもブカヨサカは出てるんですね。まあ、できることならやっぱりね、ポゼッションで挑みたかったですね。すっかり忘れておりましたね。ちょっとまくったら。よくなかった、ここは。メッシにも点を取られる。カウンターでメッシとかルメニエとか言ってるからね。あの、マグが引かなかったあのガチャですね。さあ後半、後半の選手交代も今してたかな、もしかしたらしてないかもしれないですね。あっと結構ボコボコにやられているロメル・ルカク。あ、なるほど、2回戦はボコボコだったようです。はい、というわけでマグの戦績はここでおしまいっていう感じになりました。はい、プレーオフトーナメントなんですが、ここマグはここでしたね、で2回戦で敗退ということになりました。なのでマグの正式な順位はこちら、プレーオフトーナメント31位でした。まあ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 、しょうがないやね。それにしてもね、前回の、壁であった初戦突破はできたのでね、それはそれで楽しかったです。また次、プレーオフトーナメント以上進出できるといいですね。というわけで以上 SWCC でした。はい、というわけでいかがだったでしょうか。 SWCC プレーオフの模様でした。結局、初戦突破はすることができましたけれども、結局2回戦で敗れたという感じになっております。ちょっとね、マグがセットするの忘れたんだね。ポゼッションのアーサナルの方が強いにもかかわらず、なんでもマグは入れてなかったんでしょうかね。すっかり忘れておったんでしょうかね。どうやってセットするんだろうね。あの、デッキセットでよかったんですかね。ね、ちょっとわかんなかったんですけれどもね。次回は必ずポゼッションにしておきたいと思います。結果的にですね、マグはギリギリだったんですね。118位ということなので、勝ち点1差でギリギリ突破ということでした。得失点差がちょっと低かったのか、勝ち点132の中ではマグは最下位だったんですね。ちょっと得点を増やさないと危険な香りはしますよね。やっぱり7取りこぼしぐらいがボーダーラインなのかなというふうに思いました。2回連続でプレーオフに進出することができたのでね、ちょっと、なかなかの成績にはなっております。そして、プレーオフの、トーナメントでは31位ということになっております。これがマグの成績でした。はい、というわけでじゃあ行きましょう行きましょう、シティのガチャの方の話していきたいと思います。先ほども言いました通り、無課金を引くときぞはこっちではございませんのでね、ぜひハーランドの方を引いてください。はい、というわけでルベン・ディアスやヨシコ・グバルディオルが登場。スーパースターフェス、レジェンドっていう言葉は入ってなかった。レジェンドは入ってなかったんだな。でもシティのレジェンドって言われてもちょっと厳しいよね。誰って感じになっちゃうからね。まあコンパニアヤヤトレ入れてくれてもよかったかななんつってね、アグエロとかね入れてくれてもよかったかななんていう気もするんだけれども、まあいいでしょう。はい、というわけで、今回はこちらをマグは引きたいと思っております。
確率は 10%、さらに、3月27まで、引くことができそうです。今のところマグは 33,000GB なので、ちょっと今週の土日は間に合いそうもないかな、ちょっと無理かなーって感じがするので今週の土日はちょっと諦めましょう。で、来週がリミテッドになっちゃうんだね。ってことはじゃあ再来週じゃあだいぶ待たせるじゃないの。でも、待たせます。というわけで、っていうことは、いつになるんだ？マグはこれいつ引くんだ？楽しみになのにな。27まで OK なんでしょ？3月3日4日がちょっと難しいということで、3月10日11がリミテッドをやる。で、17、18のいずれかでじゃあ、シティガチャ行きたいと思いますので、ぜひお楽しみにね。しょうがないですね。ちょっと皆さんね、皆さんにぜひお見せしたいからね。ただ動画に撮りたいからっていうのと、動画のスケジュール的にっていう、ただそれだけなんですけれども、そういう感じでいきたいと思います。早く引きたいけどね。まあ、そもそも5突渋滞があるんで、エデルソン撮っても後ろに並んでもらうんだけどね。本当今すぐエデルソンやった方が強くなるのは分かってる。分かってるけれども、順番なのよ。マグはそこはね、譲らないのよ。ダメだよ。ちゃんと後ろ並んでもらわないと。はい。というわけで、じゃあちょっと見ていきたいと思います。はい。というわけで、闇は浅いという感じですかね。5体しかいないので、今回も、アーセナルの時と同じようにね、これはちょっと引けるんじゃないかなと思うんですが、それでも170連でこの1体目が出ないっていうことはね、あったんで、ね、だから、この中でもね、ハズレと呼ばれる人はいるんでね、ハズレが自力ごとつっていうことはね、十分にあり得ますね。例えばジンチェンコだったり、例えばトロサールだったりめちゃめちゃ引いたもんね、あれね。そういうことはね、やっぱりあるかもしれないんでね。だからね、エデルソンのための100連になります。はい。というわけで、マグが欲しい、こちらエデルソンでございます。ポゼッションのゴールキーパー、そして能力は SSS。 これよ、マグが求めていたのはこれよ。なんなら全部の戦術で今のところ一番能力高いのが S ランクのメニャンなんで、ちょっと弱いんだよね。アリソン、ロリスも AA なので、ちょっとこれは、ちょっと弱すぎるのよね、キーパーがね。なのでこの SSS キーパーが来てくれると、格段に強くなるのが分かってるんですけれどもね、並んでもらいます。はい、次。センターバック、並びにボランチが赤ポジになっております、マヌエル・アカンジ選手です。ジョーカー持ちですね。なんですが、エースっていうことで、残念ながら外れ枠って感じですかね。ただ赤ポジ2つは美味しいかなとは思うんですが、カバーリング系統なので、ね、もしかしたらね、何かしらに使えるのかもしれませんね。次。センターバック、ヨシコ・グバルディオルでございます。ワールドカップで大活躍したクロアチアのセンターバックです。コンボがついてますね。さらに、何ですか、ラインのスタックル。うわ、めっちゃ回復するやん。これ欲しい。これ欲しい。ゴールキーパーとディフェンス回復ってめちゃくちゃすごいじゃん。強そうですね、これはね。グバルディオルが来ております。そしてグバルディオルもなんと SSS。ね。これもちょっと欲しいですよね。組み立てセンターバックという形になっております。これはちょっと欲しいですね。あれ、アーセナルのセンターバックって何だったっけかな、カバーリングだったっけかな、ちょっと忘れちゃったな。 MCB じゃないか。はい、次。そして今回のシティガチャに関してはこちらが目玉でございます。ルベンディアスでございます。現在最高峰のセンターバックといっても過言ではない選手でございます。レーンも持ちということになっております。結構いい、いろんなポジションが該当。そしてシルフィーパスカットということになっております。また回復。二人並べたら回復回復。SSS ということになっております。こちらはハードマークなんで、ハードマーカーはね、まずはね、あんまり持ってないので、これ結構重宝するような気するんですよね。ね、ちょっとこれはね、これも欲しいですね。アーセナルはどっちだ？カバーリングだったかな？ちょっと見ますか、後でね。そしてもう一人は左ミッドフィルダーのジェレミー・ドク選手でございます。ジョーカー。
Sランクということでこれも外れ、ね、自力ごとしそうな匂いがプンプンします。頼むから引かないでくれよ、これは振りじゃないんだね、振りじゃないんだって2回言っちゃったらもう振りなんだね。というわけでね、独占賞自力ごとできるかどうか応援してくださいね、煽ってみた。はい、というわけで以上今回のシティガチャでございます。これはちょっとセンターバック熱いですね、欲しいなこれは。一応エデルソンのためなんですけれども、グバルディオルもルベンディアスも欲しいですよね。センターバックの SSS は現状ホワイトがそうなんですけど、右サイドバックなんでね、欲しいな、これは欲しいな。 SSS の選手がセンターフォワード並びに、トップ下に偏ってるので結構分散したいなって思ってたところなので、ここでセンターバック SSS をいっぱい取っておくっていうのは大きいですよね。ぜひごとつしやすいようにいっぱい引いてほしいです。え、だいたい7体8体ぐらいは引くか、100連でだよね。だからなんかね、ちょうどよくね、あのなんていうのかな、エデルソンとグバルディオルとルベンディアスだけで 3体ぐらいさ引いたりなんかしてね、そういうことしてもいいんだけどな。ねえ、毒とかいらないんだけど、アカンジとかね。これはね、アーセナルのセンターバックってどうなの感じ？あ、バレンリーが今ここに入ってますね。あ、カバリングか。カバリングか、アカンジは使わないと思います。ってことは、まあ、バレンリーがいるからいいのか。あれ、ウィリアム・サリバってどうだった？もしかするとね、サリバもごとつしたいんだよね。サリバごとつできるならサリバごとつをレギュラーにしたいから、だから結局グバルディオルかルベンディアスはどっちかしか出れないのか。じゃあ偏ってほしいね。うん、そうだね、どっちでもいいや、偏ってほしいね。そういう着方してほしいね。なんかまんべんなく着そうだな。まあそれはそれで着たらいいよ、嬉しいから。ウィリアム・サリバってどう？これカバーリングだったらいいんだけど。ああ、よかったよかった、カバーリングでした、よかった。ってことはじゃあバレンリーをごとつしたのはあまり意味がなかったことになるかな。控えで、控えに置いときます。はい、というわけで今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はね、非常にいいガチャが来てくださいましたね。まあでもこれでね、トップ下やや、あ、ボランチややトゥレとかね、フォワードでアグエロとかで SSS が来られても、マグにはジェズスがいる、ビエラがいる。ね、ややこしいことになるところだったからね、これで逆に良かったかもしれない。これはいい分配になりましたね、これはね。運営ちゃんはね、もしかしたらね、マグのね、アーセナル引きのことをね、分かった上でこうしてくれたのかもしれないですね。これはいいのをね、並べてくれました。ありがとうございます。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。頼むよ、本当に。エデルソン頼むよ、本当に。絶対来てくれよ。なんか、課金の匂いがプンプンするぞ。大丈夫か？